こんにちは今日はユニクロについいてて解説していきます今や日本を代表する企業となったユニクロバブル崩壊以降不況にあえぐ多くのアパレルブランドを知り目に業界を席巻しました現在のユニクロはヒートテックウルトラライトダウンなどの高機能製品が売りですしかしかつては安売りの代名詞として語られていたことを覚えている方も多いんじゃないでしょうか ユニクロはザラや H&M などのファストファッションと同じ SPA を日本でいち早く取り入れ低価格帯のカジュアルブランドとして成長しました今回はアパレル業界の中でユニクロがどのように生まれたのかなぜ安売りのイメージから脱却しようとしたのかについてお話し,しますまずはユニクロの歴史をざっくりとおさらいします発祥は 1949年に山口県で創業した紳士服店のメンズショップ小郡商事です創業者はユニクロの生みの親である柳井忠さんの父親柳井仁しさんです柳井忠さんが生まれたのも1949年なんです柳井忠さんは早稲田大学を卒業後父の勧めでジャスコに入所しますところがパチンコやマージャンで大学時代を過ごして柳井氏は働くのが嫌になっちゃってわずか9ヶ月で退職したんです 仕事を辞めてブラブラしていたんですが見かねた父親から家業を手伝うように言われて大堀商事の仕事を手伝うことになったんですよ当初は古株の社員1名を除いて全員が退職してしまうぐらいマネジメントに難のあった柳井さんでしたしかし父親はそんな彼に経営を引き継がせます悪戦苦闘しながらも柳井さんは独学で経営を学び1984年に正式に社長となりますそして同年 新しいカジュアル衣服ショップとして開店したのがユニーククロージングウウェアハウスです当時日本のアパレル業界では DC ブランドが大ブブームでした DC ブランドっていうのは三宅一生さんや山本洋二さんなど著名のデザイナーを前面に押し出して思いっきり高価格で売るための高い洋服がどんどん売れる時代だったんです。 当時のデパートやセレクトショップは店舗スタッフによる対面接客が物を言う時代です店舗ごとに性別年齢テイストなどで客層を絞ってシーズンに1回から2回なるべく高い商品を買ってもらうっていうのが勝負なんですそんな中でユニクロは若い人でも手が届きやすいカジュアル衣服に特化してスタートしました広島市にオープンした1号店は初めから活況で初日の早朝から行列ができるほどでした消費者の心をわしづかみにしていたんです 当初のユニクロが画期的だったところは大きく3つあります。1つ目は低価格、2つ目はカジュアル特価、3つ目は完全セルフ販売を取り入れたことです。 1984年当時の柳井さんは家業を継いで12年目です毎年のように視察や買い付けで欧米を訪れている中急成長しているセルフ販売カジュアルチェーンに刺激を受けますそこでユニクロでは本屋やレコード店のように衣服を店舗に平積みして自由に取れるセルフ販売というものを採用しましたそれまでのアパレル店とは比べ物にならないほど気楽に入店することができしかも商品は格安なんです さらに商品をユニセックスノンエイジ向けのベーシックカジュアルに特化したことで単一商品あたりの販売数がはるかに大きくなりますさらに1000円1900円といった低価格に絞ったことで消費者の来店ペースが増えて商品回転率やキャッシュフローが大幅に改善されますなおかつ商品あたりの販売数が大きくなったことでどの商品が売れ筋なのかっていうデータが得られることができるんです 売れ筋商品に注力することで改善を進めていい循環を作り出すことができたと言ってます店舗自体も低コストで済むのでハイペースで店舗を広げることが可能になりました銀行からの借り入れも積極的に活用し新種服チェーンや家電量販店が並ぶ郊外のロードサイドを中心に多店舗展開を進めていきます 結局のところ DC ブランドブームは残念ながら長くは続きませんでしたバブル経済が崩壊し日本全体がデフレに向かうことになったんですデパートやセレクトショップが不況にあえぐ一方低価格帯に特化したユニクロには大きな追い風となってました そして1998年、ユニクロの存在を一躍有名にしたのがフリースのブームです。1900円っていう低価格とその割にあったかいという機能性によって大ヒットしました。大々的な広告キャンペーンを実施し、若者を中心に支持を集めました。2000年には扱う商品すべてをプライベートブランドに変え、企画から販売までを自社で行う SPA モデルを完成させました。 2000年代に入ってユニクロは一時フリースの大ヒットを乗り越えられない呪縛に陥ったんですそんな中で2004年朝日新聞読売新聞の長官でユニクロは低価格をやめますという宣言を全面広告で掲載したんですフリースの大ヒットもありユニクロといえば安いけど品質は良くないよねみんなと服がかぶっちゃうんだよねというイメージが定着してました柳井さんはその状況を良しとしてなかったんです それまでのユニクロは高品質なベーシックカジュアルを史上最低価格で継続的に提供するということをミッションに掲げてました価格の割にいい品質の割に安いという相対的なメリットで勝負していたわけですここで柳井さんは本当に誰が見てもいい服を提供したいと絶対的なメリットを打ち出すことを宣言しました ユニクロの脱低価格宣言は社内でも柳井さんとコピーライターを除いてほとんどが反対しました低価格で伸びた企業が自ら強みを捨て去るようなものだからですそれでも柳井さんがこれを宣言したのは彼が世界に通用するカジュアルブランドを目指していたからに他なりません柳井さんはこれについてユニクロが売れたとしてもたまたま低価格だから売れたというのであれば将来性は全くないと語っています 当時ファーストリテイリングの売り上げはほとんどが国内でしたがすでにグローバル進出に真剣に着手していましたもしも安売りブランドとしてか海外に出ていれば競争相手はウォルマートやターゲットなどの大手ディスカウントストアになってますよねだからこそ柳井さんは安いから買うんじゃなくて品質がいいから買うというイメージに変えていかなければならないと考え社内外に発信したんです ユニクロは2003年の冬今では看板商品となったヒートテックを発売していましたババシャツの再発明とも言われるヒートテックですが取り組みとしては1999年のスタートでヒットするまではかなりの年月がかかってるんですそれでも毎年機能の改善を重ねて2007年には メガヒットと言われるままでの成功を手にしますそれ以来ユニクロはブラトップサラファインウルトラライトダウンなどを継続的に打ち出していますヒートテックでは極端超極端などの高価格バージョンも販売しています付加価値の拡大とともに高価格化を実現しているんです今となってはユニクロを単なる安物と考えている人はほとんどいないんじゃないでしょうかこのようにユニクロはベーシックカジュアルという領域で 低価格と高品質を両立させ独自のポジションを築きましたこれからもユニクロにますます目が離せませんでは今日はユニクロでしたまた